コロナ禍で本当に声も出せなくて大変な時期を一緒に乗り越えてくださったお日様の皆さん、こんなに大変なことを一緒に乗り越えたんだから、これから私たちはどんなことがあったって一緒に大きな大きな夢をこれからも叶えていけると私は信じています。日向坂46なら、日向坂46でならできると信じています。